パリ14区の1パリ14区の 1, パリ,区の1パリの14区はフランスの首都パリ市を構成する20の行政区の一つである第14区パリ14区とも言う市の南部にありセーヌ川の南側に位置しているパリの14区は13区とともに市の南部にある行政区オプセルバトワール区と呼ばれることもあるセーヌ川の南の地域にある南には エリフェリックに沿う形で市の境界線が敷かれており、南東はバルドマルヌ県に、南東以外はオードセーヌ県に接している。人口は132,844人、1999年。人口の推移等詳細については口述。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区は、 その14番目に当たることから、14区と名付けられた。14区の北部を中心に、6区、7区、15区の一部に、かけての地域は、モンパルナスと呼ばれ、モンマルトルと共に、芸術の街として、世界的に名が知られており、高村光太郎、藤田嗣ぐら、日本人の芸術家たちも多く集まった。また、区内には、パリ天文台、モンスーリ公園、 モンパルナス墓地などがある。パリ14区の観光外略図パリの高層ビル群。左からトゥールモンパルナス、エッフェルト、ラデファンス14区は、13区とともに、パリ南部に位置している。セーヌ川の南の地域にある。面積は、5.62平方キロメートル。北は、同じパリの行政区である6区に接しているが、北東の一部は5区に接している。南は、 ペリフェリックに沿う形で、パリ市の境界線が敷かれ、バルドマルヌ県とオードセーヌ県の各自治体、南東はジャンティ南はモンルージュ、南西はマラコフに接している。東は13区に接し、西は15区に接している。パリ14区のカルチ詳細ズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。14区を構成する4地区の高度と名称は、 次の通りである。14区の人口は、1954年に18万1414 14人となり、ピークに達した。しかし、その後は、減少を続け、1999年には、ピーク時の7割程度の13が2844人となった。2005年の推計では13万4700人と見積もられており、人口の回復が見込まれている。 また、人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、ピーク時の7割程度の23,634人となっている。人口の推移の詳細は、次の通りである。ラクーポールルドームパノプティコン様式のプリズンデラサンテコシャン病院左は、コシャン病院の裏側。奥に見える、ドーム建築は、 パリ5区のノートルダム・ジュバル・デ・グレース。リュー・デラ・サンテから北を見る。サンタンヌ中央病院。1651年、王妃アンヌ・ドートリッシュの寄付で造成された。モンパルナス・ボ地チから望むモンパルナ・スタワー国際館、国際大学都市、ホテル・イストリア・サンピエール・ドイ・コール・モンルージュ、教会同教会のクワイア・ナイシ、新郎・ダンフェール・ロシュロー広場パリの広場は、 しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。14区の広場や交差点には次のようなものがある。1916年、ブラッスリー。 ラ・ロトンド前の、モディリアーニ、ピカソ、アンドレ・サルモン。残酷島撮影、ナビ・ランドスケープ1890年、ポール・ランソン作。ランソンは、ポスト印象派、ナビ派の画家。モンパルナス大通り25番地に居住。ありがとうございます。